ダールダイパールは、ハンガリーペーチ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。現在は、ブンデスリーがヘルタベルリンの監督を務めている。元ハンガリー代表。現役時代には、ヘルタベルリンで286試合に出場し、クラブのブンデスリーが出場記録を保持している。選手時代のダルダイ1997年1月。 ドイツのヘルタ・ベルリンと契約を結び、シーズン終了前に、ドイツ2部で10試合に出場して、昇格に貢献。1998から99シーズンに、クラブは3位でシーズンを終え21試合に出場した。2008年11月13日、ホッフェンハイム戦において、ブンデスリーガでの250試合出場を達成した。試合後、ダルダイは、チームと、ファンに感謝を述べた。 2009年頃から出場機会が減少。2010から11シーズンにはドイツ2部で1試合の出場に止まり、セカンドチームに降格させられた。シーズン終了後に35歳で現役を引退。ヘルタでは297試合のリリーグ戦に出場した。1996年頃からハンガリー、e、U-21 代表でプレーし、 1998年8月19日に行われたスロベニアとの親善試合でハンガリー代表デビューを果たした。同年10月10日の UEFA ユーロ2000予選のアゼルバイジャン戦で58分に代表初得点を記録し4から0での勝利に貢献した。2012年ヘルタベルリンの U-15 チームで指導者としてのキャリアを開始。2015年2月5日 トップチームの暫定監督に就任し、マインツ戦で初めてチームを率いた。2015年5月29日、正式にヘルダの監督に就任した。1年目は7位、2年目は6位で UEFA ヨーロッパリーグに出場するなど、躍進したが、契約満了により2018から19シーズン、限りで退任。その後2021年1月25日に、再び監督に復帰した。 ありがとうございます。